はい、どうもこんばんは、ゼロゲンと申します。今回、ポケモンダイレクトの初見反応動画をやってみたいと思いますね。ちょっと放送時間がね7分と短めなので、まあどんな感じかなという感じなんですけども、ですね今は今回23時から、やるということなので、ちゃんとリアルタイムで、見れます。はい、今回はね良かった。本当に23時が一番嬉しいですね。はい。で、今現在ね、リアルタイムで準備してるんですけども、放送始まる5分前でございます。5分前ぐらいですね。はい。うん。あと4分ぐらいになりましたけども、ちょっとその前にね、いろいろと喋りながら、放送を待とうかなと思います。で、まあ、なんか、いろいろ Twitter とかでもね、なんか、こうなんじゃないのかな、みたいな、キング&クイーンみたいなタイトルになるんじゃないのかな、みたいな、予想がされておりましたけども、まあポケモン完全新作なのか、それとも、ダイヤモンドパールのリメイクが来るんじゃないのかっていう感じの予想もされてましたけども、もう個人的にはどっちでもいい本当個人的にはどっちでもいいですね。ダイヤモンドパールがある意味一番いいポケモンの中でやり込んだゲームと言っても過言ではないんですよね。自分的には思い出補正とかね、一番面白かったっていうと、まあなんだろう、まあ金銀、やっぱ初代金銀あたりが個人的には思い出深いタイトルなんですけども、まあ、全然ダイヤモンドパールでも全然良かった。うん、プラチナとかでもすごいやり込んでましたしね。はい、そう、一番ダイヤモンドパール時代が個人的に廃人してたかなうん、もうカウンターとか見ながらやったりして、もう厳選しまくりとかでね、一番廃人的なことをやってた時期でございます。はい。で、まあ今回ね、今の画面にもある通り、ボールが3つ並んでおりますので、これが、最初の3体、御三家ということなのかもしれないですけど、まあ、なんだろう、まあ、スピンオフ的な作品は来ないとは思うんすけどね、今回は。うん、それはまた別の機会で、ポケモンスナップとかね、不思議のダンジョンシリーズ系とか、まあ、個人的には配信してというか、出してほしいんですけども、あ、そう、一番最初に言わなきゃいけないことがあるんですけども、多分動画にしてる時点ではニコニコの方の、タイムシフトの映像が、流れてると思いますけれども、今私が見てる画面は、YouTube の方の、画面を見ております。ニコニコの方で見てて何回かテストしたんですけども、なんか途切れるというかね、若干止まったりしてたのでちょっと不安だったで、ちょっと YouTube さんの方で、今回は、見させていただきます。あとコメントにね、自分が流される可能性もあるんですよね。ニコニコの方で見ると流れてくるコメントに自分のコメントをかぶせていくような、なんで割と自分の意見というかね、自分の言葉で喋れない可能性があったので、まあこういう初見反応動画撮るときは基本的には YouTube の方で見ることが多いですね。はい。まあそんなわけなのでよろしくお願いいたします。というわけで、あと1分を切っております。ぼちぼち始まりますよ。いや、楽しみだな。7分なのでね、どういう感じの映像に仕上がってるかすごい楽しみなんですけども、まだかな。よいしょ。まあ、あと数十秒ぐらいだと思うんだけども、あ、違った。気のせいだった。なんだ。いや、2月はダイレクトが2回もあるっていうまさかの事態なんですけども、すごい嬉しいですね。はい。もう、これは嬉しい誤算でございます。お、23時になりましたよ。お、23時になりましたけども。まだかな？あ、来た！マスラさん！ポケモンダイレクトへようこそ。
株式会社ポケモンの石原です。本日はポケモンダイレクトをご覧の皆さんに私からとっておきの情報をお伝えします。これまでに世界中のポケモントレーナーの皆さんはいくつもの地方を冒険してきたことと思います。 そこにはいろいろなポケモンたちとの出会いや数多くのポケモントレーナーとのバトルなど一人一人それぞれの物語があったことと思います、そして今年皆さんとポケモンとの新しい物語が始まります。皆さんを次なる冒険の舞台へとお連れする一本の映像を用意しました。よろしくお願いします。こちらをご覧ください。あーうっそ、ちょっと待って、あこっちでも若干止まる、危ない。お来た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 、よしよし。おお、どこだ、違う、これ、ん？新地方か。おお、頭身高い、かわいい、女の子かわいい、いいっすね。やべ、スイッチだからか、めっちゃいい画像がすごいぞ、素晴らしいぞ。ピッカー、お、チラーミーだったっけ。おお、かわいい、ミニスカートかな今回の。おお、いいね。ああ、すげえ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 、女の子ほんとかわいいな今回。まあ、今回もうだけど、何これ、サッカー、サッカー的な、これ完全新作じゃね、ダイパーじゃなくて。画面はゲーム内のものではありません、ムービーっすね。おお、おお、ニャース、ニャースじゃない、ん、ニャースじゃ、ん、ニャースじゃない、誰だお前誰だお前あ、これ完全新作だ。あ、炎タイプ、あ、あ、これ御三家っすね。おお、マナフィーみたい。な、なんだ、おたまじゃくしかな、でも手足生えてるけど、これまた進化したら変わるんやろな。おお、あ、これが草タイプだね。どんなんだ今回は。あ、お猿さんっぽい。おお、あれ、こんなんいなかったっけ新しい御三家っすね。おお、ポケットモンスターソードシールド、ソードとシールドかそれまた思い切ったタイトル。任天堂スイッチソフトポケットモンスターシリーズ完全新作、完全新作だ、ポケットモンスターソード、ポケットモンスターシールドを発表いたします。ソードとシールドや。本作で皆さんを待っている冒険、その一端をまずこの方にお話しいただきます。やべえ、かっこいい。でもソード人気出そうですね。あ、出た、増田さん。増田です。本作のプロデューサーを務めています。ゲームフリークではポケットモンスターソード、ポケットモンスターシールドを鋭意開発中です。うん、これまで数多くの冒険を経験してきたベテラントレーナーのみんなも、ポケットモンスターレッツゴーピカチュウ、レッツゴーイーブイで初めてモンスターボールを手にした新米トレーナーのみんなも、うん、そしてこれからポケモントレーナーを目指すみんなも、誰もがワクワクして熱くなれるロールプレイングゲームポケットモンスターシリーズの完全新作です。いいですね。完全新作ということで、もちろん全く新しい地方とそこに息づくまだ見ぬポケモンたち、これまでに経験したことがない冒険がみんなを待っています、うん、本作についてディレクターの大森くんからお話しいただきましょう。やべ、あと3分ぐらいしかねえ。ゲームフリークの大森です。あ、大森さん。ポケットモンスターソード、ポケットモンスターシールドのディレクターを務めています。ソードとシールドか。本作の舞台はガラル地方。ガラル、ガラル地方はソードっぽい、穏やかな田園風景や、なんか縦に長いですね、都市、雄大な草原や、おー、険しい雪山など、いろいろな表情を持つ、ね、
広大な地方です。こういうマップ見るとワクワクするんですよね。ここでは人とポケモンが共に暮らしながら協力して産業を発展させています。このガラル地方で主人公はパートナーとなる新たなポケモンと共にジムを巡り憧れのチャンピオンを目指します。主人公のパートナーとなる3匹のポケモンを紹介しましょう。好奇心旺盛でやんちゃな小猿ポケモン、サルノリ。サルノリ元気いっぱいで走り回るウサギポケモンの、あ、ウサギなんだ、ヒバニー。ちょっぴり臆病で水に隠れて狙い撃つ水トカゲポケモンのメッソン。トカゲなんだ、それぞれ個性的で頼れる3匹から1匹を選んで、あなたはガラル地方で繰り広げられる新たな冒険に旅立ちます。あ、いいですね。そこではこれまで見たことのないたくさんのポケモンたちとの出会いが待っていることでしょう。我々は最強のポケットモンスターをテーマに本作の開発に取り組んでいます。おー、最強。これまでに培ってきたポケモンらしさを大切にしつつ新たなチャレンジも行っています。うん、ガラル地方での冒険をどうぞお楽しみに。ちょっと緊張してるいかがでしたでしょうか。ポケットモンスターソード、ポケットモンスターシールドは今年の冬に世界同時発売の予定です。あ、今年出るんですね。でもやっぱりこの他にも2019年、ポケモンは皆さんにより一層楽しんでいただけるよう、さまざまな挑戦をしてまいります。ご視聴ありがとうございました。おー、いいですね。ポケモン剣盾、やっぱソードの方が人気出そうですね、この2つなら。いや、ちょっと待って、めっちゃ短い7分は短かったな。ちょっと軽く巻き戻してみよっかな。いや、いいっすね。巻き戻せはまだできないか、ちょっと時間経たないと無理っすね、これ。ソードとシールドか。まあでも、そう、でもソード買うかな、買うとしたら。いや、多分買うんすけどね、買うんですけど。で、御三家、ヒバニーかな。でも、自分、歴代ポケモンシリーズは絶対最初は、なんか、炎ポケモンでやっていくっていう、謎のこだわりがいつの間にかできてるんですよ。初代もね、人影から選んで、火の嵐ってね、いっぱい、最初は炎ポケモンでまだ冒険するみたいな感じでやってたんですけどね。だから今回も、まあ結構ヒバニーがやっぱり結局あの3体の中なら好みだったので、多分ヒバニーで行くと思います。はい。いや、今年の冬か、大丈夫かね出せるのかな。まあ若干延期しても別に構わないんですけども、まあでも間違いなく今年あれだね、年末のキラータイトルになると思います。はい。やべえ、すげえ楽しみだこれ。はい。やっぱ末置きでね、ちょっとポケモンがやれるっていう感動がありますね。はい。ちょっと 3DS とかね、もうちょっと携帯機でやるのが若干最近億劫になってきてまあ完全に個人的な意見あれですけども、なってきてね、それがスイッチでできるっていうんで、でマシンパワーも上がって、もうグラフィックもすごかったんでね、これは本当に、期待大でございます。はい。では、そんなわけで、今回のまあちょっと短かったですけどね、はい、ポケモンダイレクトの、初見反応動画でございました。はい。というわけで、お疲れ様でした。ありがとうございました。